こんにちは。マイファーム森口いちご農園の小西です。よろしくお願いします。本日はですね、トウモロコシの植え方、種まきですね。ここの農園は有機栽培、無農薬をメインでやってますので、そんな内容でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、3月末ですけども、ちょっと通常のスタイルとは巻き時が1ヶ月ほど早いです。通常は5月の上旬ぐらいに種まきして、収穫が8月上旬ですね。で、今日はですね、少し1ヶ月早く、3月末ないし4月の初めには巻いて、4月の初めには収穫できるという、そういうタイミングですね。なぜ1ヶ月早く種まきするかと言いますと、一つは虫対策ですね。暖かくなれば実がなった時に黄金虫、甘いものを求めて必ず来ます。収穫時期は黄金虫、穂がですね、雄花の花粉が出る頃にアワノメガっていう虫が来ます。まあ、2種類の虫対策ですね。ですから少しそれが発生する少し前に収穫をしたいということで、今の時期に種まきします。で、この時期に種まきしますと、種がまいて発芽するまでにちょっと外の外気では寒いんですね。ですから種まきした後、温度を上げてやる、不織布とビニールトンネルですね、使いながら上げてやる。ちょっと外すのはですね、タイミング非常に難しいんですけども、まあ現地の状況に合わせて途中で外してやるということも必要なんで、そこもまあ後で説明をさせていただきます。私はですね、いつもトウモロコシは4月の上旬、まあ早めですね、第1週ぐらいには種まきをします。収穫は7月上旬にはできる状態になります。収穫の時期になります。もっと前、例えば3月の頭とか、はい、2月にまいた場合、はいはい、とそうですね、今の時期よりも1ヶ月早く巻くということは、非常に外気が温度が低いです。ですから種まきした後のトンネルの具合、保温ですね、これには非常に神経が使うと思いますので、少し早めにやってきちっとトンネルして温度管理ができれば、それも可能かなと思います。逆にもっと、例えば6月とか7月ぐらいに巻くのはできるんですか？まあ、その頃にもできるっていうふうには本に載ってます。私はちょっと経験ないので、やろうという方は試していただいて経験を積んでいただいたらいいかなと思います。はい、そしたら種まきを今から始めます。まず一番初心者用にご説明しますんで、土を耕して、まあ、道具で、平らにします。で、私は種まきの場合はこれ使ってます。この支柱ですね、の短いやつ、これで平らにする、この土の表面を。どうしてもクワとか他の道具であったら多少平らになってても表もデコボコしたりするので、種まきの時は特にこれで上をならすと。で、これは水やりした時にこうデコボコあると水が偏ると、低いところに流れてしまう、で高いところは水が少ないということになるので、できるだけ種まきは平らに、これポイントです。トウモロコシは株間30センチですね、30センチごとに巻く場所を決める。で、私は位置を決めるのにこれやってます。ペットボトル開いたもんですね、これで穴開ける。で、まず、まあ、2畳で植えるのが普通なんで、一番端を、この辺ですね。一つ目。で、二つ目は、30センチは、これ30センチです。端から端まで30センチ。株間はですね、この穴のところに種を置くんですけども、この真ん中から30センチいくで、ここの端っこじゃなしに、真ん中から30センチ。ですから、まあ、この辺ですね。次のところは、
この辺り。まあこれでやってもいいんですけどね、皆さんのお好きな、道具を使って。でまず種を落とすのは今日は3つ巻きます。1箇所に3つで、ウエスタンがあるんですけど僕はあんまり気にしないんで、でこう丸を、円を描きましたけども、ちょっと離してね、まあ均等になるように離して、指でちょっと押さえておく、1センチぐらい押さえる。で次に同じく指で押さえる。こうしたら次にこの上に土かぶせます。で周りの土を柔らかくして、まあ平らになったら押さえておく。で同じく次のところも押さえておく。でこの時に、こう押さえたところやっぱり低くなります、周りの高さよりも。できたら最後に押さえといて全体を平らにしてやる。これは雨が降った時に低いところに水たまりができないようにですね、均等に水が当たるように。で今こちら1畳種まきして4株まきましたけど、反対側ですね、反対側にまあ同じく4つですね。まあこれで道具で印してさっきと同じようなやり方で種まきしてもらう。種まきは一応これで、完了です。種まきが終わりましたら乾燥ですね、土の乾燥よけでもみ殻ですね、もみ殻を種をまいたところに土が多少見え隠れするぐらいですね、これぐらい置いとく。そうするとこれで土の中の乾燥をするのが少しゆっくりになります。そうすると水分が保たれるので発芽にもいい影響を与えるということですね。でなかなかもみ殻は手に入らないので、一般的にはですねこういう草ですね、畑に入ってる草をちょっと面倒ですけど、ちょっと2センチ3センチがまあちょっと小さめに切っておく。こうやってこの切った草をですね、まあこれちょっと種まいた場所じゃないですけど、こうやってに置くのもいいですけども、やっぱりちょっと後々手間かかります、まあ、悪い影響を与えそうなので切る方をおすすめ、うん、それとこれはもう枯れてますけども、おすすめは枯れてるやつを切るということでね。例えば青い草を切りますと、まあこれぐらいかぶせても乾燥します。植物は水分がほとんど 90% なので、今こういう見えてますけど 90% を乾燥するのであれっていうふうになります。量が少ない、うん、マルチの意味なさないので枯れ草をおすすめですね。黒いビニールマルチをする方もいますけど、そういうのもまあいい、はい、人によってはマルチする方もあります。だからそれ黒マルチね、それは種まく前にマルチを全体に張っておく。で、穴を開けてそこにまくということですね。水やり最後にね、してください。その時のポイントはたっぷりやることですね。ジョロで上が濡れたぐらいの程度じゃ足りない。だからたっぷり。たっぷりは難しいんですけど、それぞれの経験値で経験値、ね、はい、多めにね、多めに。
種まきやって水やりしました。その後に、温度管理ですね、うん、まだ寒いので寒い時間帯がありますので、これ不織布です、うん、不織布を多少上げとく、で止めるですね、うん、四隅を止める。これ今二重になってますけども、一重で十分です。その後ですね。で、この後にビニールですね。ビニールトンネルですね。をしておく。もうちょっとやっぱりやった方がいい。あった方がいい。高めなんですね、じゃあ、トウモロコシ。そうですね。25から30度なんで、芽が出るのは。だから、芽が出るまでは、きっちり開けておく。で、芽がやっぱり1週間10日したら出ます。芽が出てからそのままトンネルをしてると、外気が今日みたいに暑い時に太陽が照らしたら中の温度が40度になったり50度になったりします。そうすると芽が出たんだけども暑さでやられて、しおれてまう、もうダメになるということになりますんで、外気の温度も気にしながら、それと芽の出るタイミングも気にしながら、暑ければ少しトンネルの隙間を開けとく。まあその時によって両脇か四方か変わってくると思うんですけど、隙間開けとく。隙間開けるとやっぱり風通しがなりますんで、少し温度が下がってくるというね。それを自分で気にしながら最終的には取ると。ということね。それでは種まきのポイントを簡単に説明させていただきます。トウモロコシは一般的には2畳ですね、2列に種まきするということね。でもう一つポイントは株数を多めに植える。1株2株であれば受粉が難しいです。ですから、まあ、最低2畳にして4つですね。8株、片方に4つ、反対側に4つ、合計8株ぐらいは植えた方が受粉が良くなります。1株ではダメです。トウモロコシは竹受粉ですね。違う株から受粉をする。それによって、実ができるという性格があるので、最低2本ですね、はい、最低2本、まあ多いほどいいという。普通の夏野菜は自分の株でめしべとおしべが、まあ、あるんですけど、そこで受粉して実がなるんですけども、トウモロコシだけは隣のあるいは別の株から花粉を受けて、受粉する。今日はですね、畝に直接種まきしましたけども、別の方法でポットで育苗するというやり方と、まあホームセンターかどっかで、苗を買ってくるという方法が他にあります。まあ育苗はまあ難しい、上級クラスですね、はい、経験したい人は一度、挑戦していただいたらいいと思います。まあ一番やりやすいのは苗を買ってくるということですね。4月後半から5月の初めにはホームセンターに出ますので、苗を買ってくる。まあ苗から買ってくる人はだいたい5月ぐらいに植えるという人が多いので、保温はいらないですね。まあ最初は苗買ってきて通常の5月に植える。少し経験積み上がってきたら自分で、4月頃にこういう今日のやり方みたいなやり方を試してみるということで、まあ自分なりのやり方で栽培ができる。まあこの辺がまあ家庭菜園の一番面白いところだと思いますんで、それは経験値に合わせてだんだん増やしていくというのがいいですね。以上で本日のトウモロコシの栽培、種まき等ですね、説明をさせていただきます。トウモロコシの栽培を楽しんでいただきますように心からお祈りしてますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに、農業についての様々な情報を発信しています。動画
動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。